見えてますか？こんばんは。遅くなりました。めっちゃアプリ落ちちゃった。見えてる？今アプリ落ちてまたホーム画面に戻されてた。こんばんはです。遅くなりました。見えてた？あ、よかった。よかったです。見えてる。どうもこんばんは。お疲れ様です。お疲れ様。私が泊まってる間にギフトもありがとう。ゼータンお疲れ、ナオさん、イスリザルさん、 NT さん、モリモリさんありがとう、ジンダイさんお疲れ、サワッチョさんお疲れ、スケオさん、レインボースター、コウさん、コカジアさん、かわいい、ありがとうございます。いっちゃん、レインボースター、藤岡猫にゃさん、コカジアさん、広瀬光一さん、楽さん、コウさん、カンさん、ナオトさん、大吉さん、ミキヤくん、楽さん、マクールさん、カズヤさん、お疲れありがとう、佐藤健さん、おみかんさん、ナオトさん、ヨシーさん、ありがとうございます。ほー、中田さん、お断りです。 G2 さん、かわいい、10個ありがとうございます。ジンさん、いっちゃん、まるさん、鈴木さん、かんさん、なんか今日は画面が反応が遅いかもしれません。なんかスクロールしても遅い。春坊さん、ロスゴルペアドレスさん、クックさん、平吉さん、カズヤさん、真空圏さん、G2 さん、陣内さん、ありがとうございます。アブテツさん、お断りです。いっちゃん、お断りです。シュボンさん、ショウさん、翼欲しいさん、レフトさん、ありがとう。おみかんさん、お疲れ。ガトーショコラさん、ミキヤくん、陣内さん、コウさん、お断りです。ダーソクさん、花束とバラありがとう。スケヨさん、かわいい、ありがとう。ストーチのミニマロンさん、お断りです。石川先輩、お断りです。コウジさん、タカシンさん、ヒビキさん、しんちゃんさん、スケヨさん、トシヤさん、ノギンさん、ありがとうございます。山猫坊主さん、ゼータンファイト、ありがとう。おお、早く反応してくれ。土の子さん、お断りです。マクールさん、一輝さん、中田さん、フレーベさん、タコ足さん、ロリンギョさん、ジンダイさん、ヒロさん、シオナさん、カメさん、天女ありがとう。サッタン、お断りです。実さん、ハート、ビディマーさん、スカイホエールさん、マリコナンさん、ハート、ありがとうございます。ありがとう。ギフト全部読み終えた。黒さん、バラありがとう。明石の金じいさん、マリ、トニーさん、花束、楓さん、似合う、ありがとうございます。メロンのあそこさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。今日は撮影だったので髪の毛もめっちゃ巻いてもらったけど、もう取れちゃった。昼に巻いてもらったからもう巻きは取れました。スカイホエールさん、ハート、ありがとう。ゼータン、かわいい、ありがとう。これはクルリンパです。クルリンパをしています。クルリンパっていうのはなんか結んでここに穴を開けてクルンってするやつ、クルンってする髪型です。本当はね、これが3個ここについててツインテールみたいな感じだったんですけど、途中から髪の毛チェンジしてこれになりました。正式名称、これクルリンパです。クルリンパしてもらってます。スタメンさん、バラ、フッチー、ハート、キムさん、かわいい、ありがとう。キムさん、カエデさん、マリ、ありがとう。今ご飯食べてきたからもう家に着いてほっとして睡魔来た。
とってもとってもまぶたが重たい。多分話してたら目が覚めてきます。ベニちゃん、小判、ユザネームさん、かわいい、ありがとうございます。ねじりこんにゃくの作り方よくね、出汁が染みるって家庭科で習ったやつね。あの真ん中に線入れてねじるやつね。あの美味しいやつね。こうさん、お断りです。こんばんは。夜ご飯食べるの忘れてた。そんなことある？そんな、今日忙しかったですか？バタ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 でしたか？ベニちゃん、小判、ジーツーさん、ハート、ヒーローさん、花束じゃないバラ、ありがとう。ジーツーさん、レインボースターもありがとう。あきもさん、音符ありがとう。こんばんはです。栃木のスーさん、お断りです。9月になったので月1休婚、お断りです。終わり。こんばんは。配信予約入れるのは勇気ですか？え？どういうこと？今日は今帰ってきたから今始めました。予約を入れたらもう予約、あれ、予約はね10時から入れようと思ったんですけど、いやもう始めちゃえと思って始めました。でも55分とかに着いて、50分ぐらいに着いたから始めちゃった。オートミールは、いや、オートミールいますよ、ここに。飾るのやめた。まだあと3袋はいます。3袋はいるけどちょっと飾ってないだけ。お仕事お疲れ様。いや、お疲れ様だよ。お互いね、お互いだよ。こんばんは。パパパンダさん、かわいい、ありがとう。ポンさん、花束。ジャーパングさん、ラブレター。マルセさん、マリ、うっかりあんこさん、お断りです。右田ピッポさん、ひろやさん、まこばやさん、みきやくん、ハート、さゆっちょさん、こうさん、まり、ありがとうございます。ありがとう。わうわうさん、お疲れ。ぽんさん、ハート、佐藤健さん、かわいい、ありがとうございます。ありがとう。よしーさん、ハート。おみかんさん、回復薬ありがとう。惜しかった。なに、パセリが見逃しそうだったってこと？見逃しかけた。シュウさん、お疲れ、ありがとう。ミホが22歳になったね。今日はミホの誕生日、ちゃんと覚えてるよ。私もう8月末ぐらいから、9月3日ミホリの誕生日ですってなんかそう言ってるのに、ミホリもうすぐ誕生日だよってめっちゃなんかお知らせ、昨日かな、ミホリン誕生日ですよみたいなお知らせコメントをもらいましたお知らせされた。あの恋ラジの話してる時かな、ドラえもんの誕生日ですって言ったらミホリンもだよって言われた。もちろん覚えてますよ。そんな覚えてるに決まってるでしょう。ジュンナユーナさん、音符、どんぐりさん、マリ、ありがとう。オリちゃん、かわいい、ありがとう。良平さん、お断りです。ナポリン、アンバさん、ハート、カドリさん、ダルマ、ユチョさん、ノブローさん、ハート、ありがとうございます。ありがとう。テトリスファイブさん、レインボースター、ありがとう。22歳だって。うん、覚えてるよ。私ミホママの誕生日も覚えてるんだから、覚えてるよ。パイのみさん、マリ、
めっちゃけのこさん、かわいい、ありがとう。ドラえもんの道具で棒を刺したら何でもアイスに変わるやつある。何それ、初めて聞いたかもしれない。初めて聞いたかもしれません。あいたかさん、ハート、マリオ2さん、花束ありがとう。そう、今日グミの日だね。9と3でグミ、グミだよ。自己紹介メール、そう送った、自己紹介メール送った、読んでください、よかったら。自己紹介3日だからね、送りました。もっと情報を増やそうと思って夕方までどうしようって考えたけど、あんまりもうみんなに出してない情報はないなって、何でも話しちゃうからないなと思って、うわどうしようどうしようと思ってひねり出して書きました。見てくれてありがとうございます。マルヒノさん、マリポストさん、マリありがとう。パさんでもいいんですか、パさんにすんの、いいよパさん。ブンさん、バラ、しんいちさん、お断りです、ありがとう。なんかそうメールにも書いたんですけど、あの掃除道具のコロ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 、いやあれはこの前コロコロした時に、あこれ来月の自己紹介メールに書こうって先月末に思って、でそれで思い出したんよ、あもう自己紹介メールを書かなきゃな時期だと思って、だから今回のメールの一番最初に書いたことは、自分の名前よりも生年月日とか血液型よりもまず最初にあのコロコロの話を一番最初に書きました。もうそれが一番伝えたかったかもしれないってぐらいの勢いで一番最初に書きました。マー君お断りです、カズさんお断りです、ミツさん、ハッちゃん、バラ、マルヒナさん、コバン、シイチさん、ハートありがとうございます。コロコロ、あれなんていうのが正式名称なんですか、わかる、あのフローリングとか、あのカーペットとか、フローリングはあんましないか、カーペットとか服とかのなんかちょっとしたホコリを取る系のやつ、コロコロ、あれが正式名称。コロネさん、マリありがとう、マコバヤさん、ダルマありがとう。剥がすラインから切ってる、え、なんかちぎれるんよ途中で、こうなんて言ったんやろ、こうあってあるじゃないですか、こうなってく、こうこっちはうまく剥がせて、こっちはそう粘着力が強すぎるのかビリビリになっちゃうですよ。あ、種類によるのか、私が使ってるやつが切りにくいのかもしれん。ニトムズっていうのメーカー、私が使ってる100円ショップとかのやつも同じなのかな。コロコロの正式名称はコロコロカーペットクリーナーらしい。あ、そうなんだ、コロコロカーペットクリーナーっていうんだ、そのままだったそのままだ、それみんなコロコロって言うわな。ホリエモンさん、ありがとうございます、こんばんは。見て、松葉が落ちてた、落ちてきたから、今日ホットビューラーで必死にあげたけど、あのいつもの元気さがない、早く行かなきゃ、早く松葉に行かなくてはいけません。
福フェスまでに行くかその後になるかは分かりません。予約の空き次第。久しぶり、こんばんは。お元気、お元気かい、お元気ですか。ひろやさん、ハートありがとう。そう、みんなに報告があってね、首寝違えたの治りました。そう、ちょうど言おうと思ったら同じタイミングでコメント来た。ちょうど治りました。治ったど。ジンさん、バラありがとう。ホリエモンさん、バラ。さとこさん、ハート。クロさん、マリ、ありがとうございます。メキヤくん、ハートありがとう。ジンダイさん、拍手ありがとう。こんなに祝福してもらえるの。そう、治ったよ。やっぱ安静にしてよかった。今日はその撮影があったから、もし私が首が動かなかったら、ポーズとかこう首の角度とかつけられないから全部棒立ちだと思って、うわどうしよう、棒立ちのグッズとかどうしようとか思ってたんですけど、よかったです、よかったよ、無事に治って。ゼータン、パチパチありがとう。オリちゃん、花束、あ、なんかお見舞いの花束くれた。ガモンさん、拍手。ジュンナユナさん、ハット。山根カボーズさん、クス玉ありがとう。もうめっちゃ祝われてる、ありがとう、ありがとうね。フィリップさん、花束。ジロくん、レインボースター、ありがとう。そう、今日はね、メンバーみんな髪の毛ね、メイクさんにしてもらってる。でも私はもうなんか終わってラジオ行って、また撮影のとこ戻って、そこからメンバーとご飯行ってってしたら、なんかもうボサボサになりました。今日雨降ってたんよ途中、なんか湿気とかで普通にボサボサなった。ジンさん、マリありがとう。さっちゃん、ハートありがとう、ありがとう。おみかんさん、お疲れ。みきやくん、バラありがとう。ヨシーさん、もちはださん、バラありがとう。まこばやさん、アイスありがとう。ゼットさん、お疲れありがとう。さっちゃん、ハートありがとう、ありがとうございます。まみちゃん、ハート。じんさん、ハートありがとう。ね、髪の毛の湿気やばい。でも最近ストレートの時に湿気に負けない方法を知って、あのツヤ出しスプレー、髪の毛のツヤ出しスプレーをすると、なんかそういう太陽とかアイロンの熱からも守れるし、髪がサラサラにコーティングされるから湿気でストレートが落ちにくいって何かで知って、最近ねストレートの時はそれやってるんだけど、前より、前はもうどんなに朝頑張ってまっすぐにしても、すぐこのなんかうねうね、今日は巻いてるんですけど、うねうねになっちゃって困ってたんだけどね、だいぶマシになりました。まあ 100% ではないけど。ケンケン、マリありがとうございます。なんかね、あのね、ドラッグストアに売ってるめっちゃ強そうな、なんかもう昔からありますよみたいなやつ、椿のなんちゃらみたいなやつをつけてる。なんだっけな、なんか黄色の、金色、黄色ってより金色のなんか椿、もうなんかいろんな世代が使うって感じの、ヘアスプレー、あ、大島椿、大島椿のなんかツヤ出しスプレーを最近やってる。よく見るやつ、これもうデザインとか昔からあるよみたいな、もう髪にいいですよみたいな見た目のこれがいいっていうのを何かで見て真似したら結構良かったです。つやつや、
野菜さん、まもるさん、マリありがとう。かずきさん、ゲームギフト。ゆたパパさん、天女ありがとう。Z さん、回復薬。ミックさん、バラ。ガトーショコラさん、メロンのあそこさん、ハートありがとう。はしるさん、かずきさん、ハート。ゆたパパさん、投げ中して。ノー。ノーです。ありがとうございます。NG。ありがとう。ノー。NO。ノー。NG。ジツーさん、だるま、アイスレモンさん、バラ、ありがとう。そうよ。ないちゅう。ノー。さゆっちょさん、ゲームギフト。もちはださん、ハート、ありがとう。もう投げ中しては、もうずっとノー、お断り、いつも。ウィンクしてのやつだけ、ウィンクして。ひろっちさん、アイスありがとう。やすおくん、ハートありがとう。ウィンクは、まばたきって言えば、まばたきと、まばたきの方が、なんか、両目つぶってるから、ウィンクより価値高そうじゃないですか。だってウィンクって1個じゃん。でも、まばたきは両方つぶってるから、まばたきの方がお得っていうのでウィンクは全然 OK 謎理論です。そう、右でも左でも全然もう両目でも OK OK。 こんばんは。反応ウィンクとかできるんかな。鼻の穴片方だけ閉じるとか無理なのかな、人って。あ、無理かも。あ、無理かも。無理でした。鼻は無理だった。だからやってみてください。なんかできる人いたらコツ教えて。耳は無理やな。耳の穴は無理です。もう耳私動かないタイプだから。コツ教えてもらったんよ。でもそれでもできなかった。まあ、こめかみを動かす意識でって言われたけど、まずこめかみを動かすことができないのでこめかみを動かしたらいいよって言って、眉毛が動く、眉毛を動かすけど、こめかみを動かすって何、そもそもわかりません。どうやってするんですか、こめかみを動かす。そう、練習はしてみたよ。一時期ココアさんがマイカーのグループラインで、みんな耳動かせますかって言って、それからね、いろいろ調べたりメンバーにコツ聞いたりして練習はしたんですけど、ちょっと 2,3 回ぐらいで挫折しました。できなかった。ガバイトさん、ありがとう。ミックさん、マリ、ありがとう。無理じゃない？今頑張って動かそうとしてるけど無理だもん。眉毛しかやっぱ動いてない。と頑張る。いきます。あ、やばい、眉毛眉毛じゃん、まばたきと眉毛。眉毛固定、眉毛固定してこめかみを動かす眉毛すぎ、全部眉毛。ああ、目開いちゃう。眉毛しか無理なんだやっぱ。しかも眉毛もなんかこういうなんか上に上がる形式。うん、耳を動かしたんだよ。眉毛が動いちゃう。なんでよ。耳の後ろの首と頭の境目付近
ここを動かすの無理でしょ。いや無理とか言ったら無理になるからやってみる一応。眉毛しか動かない、うん、無理でした。ここってこと、ここを動かせってこと。いや無理やな。鼻を後ろに持っていく感じ。鼻を後ろにってどういうこと。へこむってこと。ボン、え、あ、こういうこと。あ、笑っちゃった、微笑んじゃったじゃん。鼻を後ろに持っていく、鼻を耳の方向にってことでしょ。口角が上がるだけなんだ。無理じゃん、できないじゃん。空気は抜く感じ、分かった。無理だね、ダメだね。 G2 さん尊いありがとう。無理だったね。どうしたらいいんだろうね。そう、できますって。なんでパセリはできないの、自分もう楽勝だよって人は今度お話し会とかで見せてくださいね。急にやられたらもう分かんないかも。やりますって言ってからやってください。急にやられてもえってなるかもしれない。私もこの話忘れて、え、急に何だってなるかもしれんし、あの耳を動かすって結構地味じゃないですか。特にオンラインとかの話し会やったら見えてないかもしれないから気づかないかもしれないので、ちょっと言ってください。やります、以前パセリが配信で言ってたやつです。覚えてるか分かりませんがやってみますって言って、自己申告の後に披露してください。ちょっとね、あ、そう、イヤホンか、そうじゃん、イヤホンしたら難しそう。イヤホンどういうこと、こう動く、あ、こうよね、耳の形、耳の付け根がなんかさ、耳がこう倒れてる人もいるけど、私結構出てるタイプというか、こう見えるタイプだから、それもあるのかな。もしかして、なんでティッシュ握ってんだろう私。つむじ2つあるんですけど、店に行ってもいいですか。頭頂部見せてくれるの。じゃあオンラインお話し会の時は、あの私と話す前にまず受付のお姉さんとのお話し会があって、メンバーに見せるものはございますかって聞かれるんですね。私も実際聞かれたんよ、ノイミーさんのお話し会とか行った時、メンバーになんか青い画面見えますかみたいな質問があって、その後になんか見せるものございますかって言われるから、その時に言ってください、あのつむじが2個あるのでとか言ってくださいね。申告して、なんかあれ申告しないとバンされるらしい、グッズとか。だからね、グッズ届いたよって言われて、え、見せてよって言っても、ごめんバンされるからっていつもお断りされるんですよ。ごめん申請してないからちょっとバンされるので見せれないんだよ、また次の時間ねって言われちゃうから。確かにスタッフさんとかにさ笑われてそう、なんだこの人はって思われてそう。ミックさんハートありがとう。体の一部でもダメなの？いや大丈夫ですよ、全然申告しなくていい、つむじは冗談です。もう大丈夫、そんな受付のお姉さんも困惑しちゃう。なんかこの人の連だけみんなつむじ申告してきて怖いって思われちゃうから、みんなしないでください、怖い怖い。ナルシさん
マリありがとう、はっちゃんハートありがとう、エリオさんハートありがとう。本気にしちゃった見せなくていいよ。あのグッズとかホワイトボードみたいなカンペみたいな作るときは申請がいります。でも後ろとかに背景にあるやつは OK だけど、あの途中から画面に出す系のやつは申請してないとダメらしい。NG 項目につむじを見せるが追加されたら察します。うん、絶対私のレーンだって思ってください。それがもう何十年後とかに残っても、これは他のグループとかにもルールにも加わったら、これは STU のパセリが配信で言ったら、こうそういう人がいっぱい現れて NG になったよって言ってね、ちゃんとみんなが語り継いでいってください。最悪の語り継ぎ。もっといいこと語り継いでほしいね。せっかくなら。なんかいい噂があったらいいけど、そのパセリのレーンでいっぱいバンされたからだよとか言ったらちょっと嫌ですね。結構嫌だね。だいぶ嫌だね。林藤代さん、マリありがとう。カメラダメなの？お話し会？ダメなの？いや、機械とかはダメなのかな？あ、撮ってると思われるからなのかな？難しいね。じゅんなゆうなさん、おんぶありがとうございます。でも前にパセリのレーンで、あのメガネに UV ライトを当てたらサングラスになるってやつをやってくださった方がいたんやけど、なんかダメだったらしい。他のレーンはいけたけどパセリのレーンダメだったから、また違う時にリベンジしたらその時は OK だった。UV ライトをこう出してリアルお話し会かなで、こうメガネにこの自分が持参してきたライトを当ててやってたら、でも違う時は OK でした。危ないものと思われたんかもしれません、もしかしたら。でもサングラスはみんなかけてたりするからね。サングラスの奥の目を見ようとめっちゃ見てるけど見えません。もうどう頑張っても見えません。結構頑張ってます。結構ね、サングラスでお話し会来てくださったら、いやこの奥でどんな表情してるんだと思って結構見てるんですけど、自分の顔しか反射されてないですね。だから目から下の表情でしかわからない、その時のどんな顔してるか。オンラインでもスマートウォッチ外してくださいと言われた。そうなんだ。握手会とかではやれるよね、時計外してください。あとはお話し会とかで多いのは、握手会はさ、こう手をこうやってチェックするけど、お話し会の時って直前にスマホ画面をこうスタッフさんに見せて、なんかハンコみたいなやつするじゃん、ポンみたいな、デジタルハンコみたいなやつするじゃん、どうぞみたいなやつした後に、そのスマホをポケットに直さずに手に持ったままお話ししてる方が結構、スマホしまってくださいって言われてるイメージ。ダメですよとか、あと腕時計とかダメですよ、スマートウォッチダメですよとか言われてるイメージね、あるあるです。あれ結構いる、結構頻繁に頻繁に1日に、いや一部につき結構います。5人6人とか、
結構多いかもね。ちょっと焦るよねあれは。あポケットもダメな場合あるね。あの荷物置き場に置いてくださいみたいなのある。で荷物を受け取らずに帰ろうとする人とかもいるしもう多分話して満足してあのスタッフさんに忘れてますよとか言ってる人いる。ね、危ない危ない。みんななんか同じようなバッグだったりするじゃないですか。黒とかの色だと間違えそう、びっくりしそう、自分のと思ってさ間違ってね、持って帰って開けたらあれ違うこのグッズも入ってるな。あ焦るね、確かに前の人次第だね。うん、ツーショットでスマホ忘れかけたこと一番大事でしょツーショット。でもツーショットの時に前も話したことあるんですけど、なんかツーショット撮った後にそのスタッフさんにもよるんだけどね、話す時間があるじゃんツーショットの後って普通にお話しする時間があるから、そのスマホを受け取る前にずっとスタッフさんこうやってこうやって本当にこんな感じでこんな感じで持ってるんですね目の前で。でそれをファンの方が受け取ろうとしてるのにスタッフさんはなんかもう受け取らせないみたいな、なんか終わるまではちゃんと預かっときますよのスタンスだったから、なんかファンの方はなんかあ受け取るみたいな、ああれみたいななってるのを結構見かける。あ受け取っていいのか、いやえなんかあれみたいな、え喋れるんだみたいなもう帰ろうとしちゃう感じの、あお話もできるんだみたいな、なんかちょっとあたふたしてる姿をよく見ます。でも分かりづらいよね、難しいね。でもう写真撮ってる間にさ秒数が終わってるかもって思うじゃんね。あるさんハート、少々さんゲームギフト、陣内さんアイスありがとうございます、田舎のおじさんハート、野菜さんマリ、 Z さんテキサスのロンスターさん、レインボースターありがとうございます、ありがとう。トルコアイス屋、私トルコアイス屋に行った時にさどう反応していいか分かんないから行けないんだけど、あれってオーバーリアクションしないといけんのかな、あれやろこううんと、なんかいいもんないかな、なんかこうヒュッヒュッみたいな、わかる、あこれこう乗せようとしてヒュッみたいな、なんかあのなんかぐるぐる回したりするやつね。あどうしたらいいんですか、屋台とかでもさあるじゃん最近トルコアイス屋さん。この前の広島のフラワーフェスティバルの時にトルコアイス屋さん 3,4 軒ぐらいあった気がするんやけど、なんかそのいや食べたいな久々にあのなんかねっとりした食感のトルコアイス欲してるなと思ったけど、あれをやられると思ったらなんかヒュッヒュッヒュッって反応リアクションちょっと難しいなと思って、うん、今すぐにでも食べたいのにあれやられたらもうなんかね、どういうリアクションが正解かも分かんないしっていうことで買えなかったです。次の縁日イベントあったらやってほしい、あれ私絶対下手くそだよ私、ひょいひょいひょい、みんな力ずくで取ってきそうじゃん。ゼータンアイスありがとう、受け取れたちゃんと。うん、選択制にしてほしい。あのパフォーマンスが見たい人はそのお願いして、店員さんも毎回毎回はさ大変じゃないですか。
西さん、かわいい、ありがとう。ハロプロのお話し会は他のメンバーは全く見えない仕切りだから STU の画面見えるのびっくりした。ああそうだね、確かに違うのか、グループによって。そうなんや。いやでもなんかのお渡し会かなんかの時は仕切りがありました。 PR 舞台かな、 PR 舞台のお渡し会は仕切りあったけど声丸聞こえみたいな声は全然聞こえてたから、仕切りあっても声は聞こえるんかな。じゃあさ、ちょっと逆に怖くない？例えば太郎さんっていう人がいて、自分のとこに来てる太郎とはまた違う太郎かもしれないのに、太郎さんありがとうとか聞こえたら、太郎みたいになるってことでしょ。メンバーは花子ちゃんありがとうとか言って、私のとこの人かなって、言ってないのに違う同姓同名の人なのに疑われるかもしれないと思ったらちょっと怖いです。でもありがち、なんか同じ名前の人多いじゃん、結構ファンの方でね。そう、難しいよね、名前決めるのもね。キョンシュさん、アイス、田舎のおじさん、マリ、ピロスケさん、マリとバラ、ありがとう。フグちゃん、お疲れ、ありがとう。ふみやきさん、回復役ありがとう。ありがとうございます。でもパセリはあんまいなさそうだから、かぶらん、かぶりません。いやでも多いよ、名前似てる人、同じ名前とかさ、多いですよやっぱり。からやっぱアバターは大事、そういう人。アバター、そうね、たかし、たけし、としとか、たか多いかも。あ、こうじ、ひろしとか、あ、多いね。うん、多いかも。ごまさばさん、アイス、長崎県民さん、バラとマリ、ありがとう。さんちゃんだよ、だるまとバラ、ありがとう。よくある似てる名前でごめん、やばすぎ似てる名前いまだにさ読めないもん、ゆっくりじゃないと読めない。何文字なんですかこの 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 文字の名前じゃん、絶対かぶんないよ。その文字を見ないとさ全暗記できない名前じゃん、絶対世界に一人しかいない。よしかずさん、マリありがとう。村上さん、マリありがとう。黒さん、花束ありがとう。文明さん、アイスありがとう。俺も名前かぶるの心配、もう絶対かぶらない。もう STU 界隈にもいないし、48グループ界隈にも多分一人しかいないし、日本のアイドルファンみんな探してもいない。でももしかしたらたまたま SNS とかで見かけて、わいい名前と思ってパクられているかもしれんけど、いなそう、いない気がする。そう、なんかもう明らかに本名じゃないですよねって人はどこでどう思いついたのかめっちゃ気になるもん。ショールームで同名呼ばれると
得した気分になる。あーでも分かるかも。私はファン時代の時に AKB 劇場とか HKT さんの劇場とか他の劇場さんって競りがあるんですね。だから MC とかで競りの話をされるとちょっと嬉しかったよね。そう、競りか。だから ST 入る前はパセリっていう人間の人格なかったので、みんなからセリって呼ばれてたんですよ。今パセって呼ばれることが多いけど、昔はセリだったのね。だからその MC でセリの話が出ると、わー推しメンが呼んでくれてると思って何回も DMM 見返したりしてました。リアルにしてました。 HKT さんの何公演だろう、でもチーム H 公演だと思う。チーム H の公演でセリの話が出た時はめっちゃ嬉しかったですね。そう、駒田さんがそうセリって連呼したりしてて、うわー嬉しいって思ってた。うん、みんなはセリって聞いてもあんまりそんなね、よっしゃとか思わんと思うけど、うん、でもそれぞれありそう、名前によって。セリ、あとなんだろうね、あとメンバーにいる名前とかってお得じゃないね。例えばさやかとか、あでもさやかってあんま呼ばないか。ちほって名前の人が例えばファンの方に言ったとしたら、ちほさんとかちほちゃんとか MC で出たら、おって呼ばれてる気持ちになるじゃん、ね、お得いいよね。でもあんまないか、セリか。そういう楽しみ方してました。特殊な。あ、まいちゃんありそう。あおいちゃんとかね、あおいさん呼ばれる名前に改名したい。呼ばれなさそう、呼ばれなさそう。なんか呼ばれるとしたら、なんだろう、バーベキューとかなんかそういう話題からお肉の調理法何がいいかなとかでは呼ばれそうだけど、連呼されることはなさそう。本名パセリに改名しようかな。本名パセリに改名したとて反応できる自分、あ私かみたいになるよ絶対。パセリさんとか言っても、あ私でもそれなるから。もうパセリ歴5年ですけど、いまだにあのお先って呼ばれても、あ私かってなるし、パセリって呼ばれても、あ私ってなる。お先歴は26年なんだけど、いまだに自覚が持てないくって、びっくりしちゃう。冬にメンバーがたくさん呼んでくれたお得。そうだね、果物系の名前だと結構出そうね、メンバーの口から、ね、似たような名字だとつい反応しがち。あーサイン会とかオンラインサイン会とかね。同姓同名の人出会ったことある？ないよ。でもセリカはいるけど、尾崎セリカはない。いるんかな、探したら。いなさそうだよね、尾崎セリカは。いるんかな、検索しても多分私しか出てこない気がする。あれ私、あった、 iPad ちゃん。セリカはね、小学校に私ともう一人いて、でも漢字は違いました。私と同じ漢字のセリカは栃木県かどっかにあるステーキ屋さんが同じ漢字です。セリカ、
ね、鈴木彩香いっぱいいるよね。私もさ、あやぱんのこと調べようと思って鈴木彩香って検索したら、全然初めて見る鈴木彩香さんが出てきたり、あとあやぱんもいっぱいいた。あやぱんっていうニックネームっていっぱいいるんだなと思った。パセリもね多いんですよ。パセリって調べたら、パセリっていう名前のアカウント結構いる。ひらがなパセリもカタカナパセリもいます。結構多いんだなと思った。でも本名っていうか、本名じゃなくてネットの名前なんだろうけど、どうしてパセリってつけようと思ったんだろうって気になる。私みたいに名前にさ、セリーが入ってるとかなのか、パセリが好きなのか、アカウントを作った時にちょうど目の前にパセリがあったのか、ねえ、何なんだろう、何なんでしょう。みつるん、かわいい、ありがとう。明日ファンクラブグッズが届く。え、もう届くの？楽しみ。パセリ、あ、パセリじゃない楽しみ、楽しみって私たらパセリとか言っちゃった楽しみうーん、パセリの話してたから釣られてしまった。恋愛小説家さん、だるまありがとう。キングさん、マリありがとう。持ち肌さん、マリありがとう。こんばんは、こんばんは。楽しみですね。宇宙は見たい、実物どんなんなんだろう。お、歴代シングル衣装も明日。息をする心のパセ、おパセさん、おパセさん、おパセさん、これです。これはサンプルだけど、これ息をする心のポーズね。ボン、ストレート、珍しいよ、私がグッズでストレートするの。研究生の頃とかはストレートが普通だったけど、昇格してからこういうもう超シンプルなストレートヘアは珍しいです。とてもとてもとても、うん、これ私が狙ってたやつ、これ、このアクスタを連れ回そうと思ってた。自分で連れ回そうと思ってたやつ。オフショット、もうどんどんオフショットがさ、なんかこういうグッズを撮影するのって結構前なんですよ。だからもういつ頃撮影したかも覚えてないぐらい前だから、毎月グッズが出るたびにもうすっごい遡って、で何ヶ月分かまとめて撮影したりしてるから、もうどこだどこだってめっちゃ遡る。どこなの。私は9月のグッズが楽しみです。ゲットしたい、気に入ってて写りがめっちゃ褒めてもらった。似合うねってめっちゃいろんな、もうすれ違うスタッフさんに褒めてもらえたから、どんな完成になってるか楽しみです。今月なんでしょうね。9月とかはね特に決まってないもんね。毎年、去年は何だったっけ、あ、読書のやつとかだったかな、メガネのやつかな。
でも10月とかは毎年ハロウィンに関連するものだったりするのでね、あのお正月は振袖とかクリスマスはサンタとかが多かったりね、多いよね。3月袴とか2月はバレンタイン系みたいな決まってたりするけど、系統が9月とかってさあんまないからね、なんでしょうね。お楽しみにです。いつ発売されるだろう。福フェスか東京の花垂公園とかでさ出そうじゃない、9月のグッズね。それくらいじゃない、いつもなんか2週目あたりとかに出てる気がするから、東京の花垂公園の時にはもう出てそうかなって予想します。勝手に、勝手な予想。グッズ、ね、すごいよね衣装、毎月衣装違うしメンバーによっても違うから、衣装さんがそうやってさいろいろ用意したりしてるのもすごい。カメラマンさんとかもさみんなの分撮ってくださってすごい。東京花垂れ来週です。早いね、あっという間。なんかめっちゃ先に感じてたんですけど、あっという間に9月になりました。9月、希望、いやもう決まってます。今回はこの衣装って決まってます。今日は9月3日、9月3日、早いな時の流れって。そうよ、なんかさ今月って私の大嫌いなカレンダーなんですよ。私はあの月始めの1日が日曜日から始まるカレンダーが苦手で、こう圧を感じるの、こう詰まってる感じが。水曜か木曜ぐらいから始めてほしい気持ちになるんですね。なんかわかる、こう上にギュッてこう詰められてる感じがして、日月火水木もう全部そう見た目のなんか圧を感じてしまって、わかりません。今月はそのタイプなの、日曜日から始まっちゃったタイプだから。だからさ花垂れの東京公演とか14日なのにもう来週だからさ、なんか変な感じ。今3日なのに14日がもう来週っていう、今違和感を感じた。来週なんだと思って、ね、だって10日以上先だけどもう来週のくくりじゃんっていう、その感じがなんか違和感。11月は、待って、12月もさ日曜日から始まるタイプだよ。11月は金曜日から始まるけど、これはこれで下が詰まりすぎてて、やば、11月のカレンダーは30日で土曜日が終わる。キチキチじゃん、11月詰まりすぎじゃん。もう文句しか言わない。8月もか、キチキチで終わったらキチキチが始まるのか。でも7月も月曜から始まってるからほぼキチキチ。難しい。あ、5月、今年の5月のカレンダー結構いいかもです。いや終わりがキチキチかも。いや、結構どれもキチキチか。どこもキチキチですね。いやでも5月が一番好きかも。水曜から始まって、あでも終わりがキチキチ、全部キチキチ好き。キチキチだよ、もっとゆとりのあるカレンダーが良くて。キチキチ、いや私が日曜日始まりの設定にしてるから良くないのかもしれんけど、でも日曜日始まりじゃないとそれもなんかモヤモヤするので。クレーマーです。
私はこんにちは、私はクレーマー、どうぞよろしくお願いします。でもみんな意外と分かってくれなかったみんないつもなんか全肯定タイプなのに、このカレンダーのことだけはみんなハテナだったよね。何言ってんだみたいな反応だったカズさんハートありがとう、センパチさんハートありがとう、梅さん、よしよしよしよさん、マリオツーさんハート、マッスン、マリ、ユタパパさん断りです、浦部さん、マリ、福ちゃん、レインボースター、ありがとうございます。ありがとう。詰まる感じ、そう詰まる感じ、そうそうそう、そう昔から思ってたの、もう小学生ぐらいの時から、うわ今月カレンダー詰まってんなーって思って生きてたからうわ詰まりすぎだって、まあ、特にね学生の頃はやっぱ土日が休みだったから、なんか詰まってると、わ今週もう月始まりから5日行かなきゃなんだみたいな、そういう気持ちになるというか、うん、今は関係ないけどね、土日とかは多分小学校の時に感じてたその感性のまま成長してるのかもしれない。うわーまた何するの？明日も仕事に行きますよ。行くよ。1日が金曜日。まあ、キチキチよりはキチキチアンチ。キチ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 。福ちゃん、レインボースターありがとう。ありがとうございます。31日がある月、いや今月ないよね。あでも確かに31あるとなんか多く感じるかもね。うんうん、今月はないので、まあ確かに、何26年の2月見てみて、何26年の2月やばい、キチキチ絶望したやばい、2026年の2月私がもう、あすごいコンパクトに収まってんじゃん。2月ってさ28までしかないからってマジでキチキチなんだけど、始まりも終わりもキチキチすぎてやばい、はあびっくりした。日曜日から始まり土曜日で終わる、いやぴったり4週間に収めとる、すごい。2026年の2月のカレンダー、ここまでされるともうなんか他の月が違和感に感じてくる、すごいね、ぴったり。いやでも2026年ってことは、まあ、1年半ぐらいあるので、それまでに私の感性というか私のその物事の捉え方が変わってる可能性も全然あり得るので、ね、人っていうのは常にいろんな意見を耳にして考え方が変わる生き物なので、もしかしたらこの時までには逆にキチキチがいいみたいな言っとるかもしれない、わかんない。テトリスなら全部消えてる、いやおもろ確かに、いや消えてほしいね、いっそポンって。2月は寒いですからね。キングさん小判ありがとう、ミックさんハートありがとう、おっさんバラありがとう、 A ちゃん、平吉さん、カズさんハートありがとう、センパチさんハート、陣内さん、マリ、ありがとうございます。
寒いよね絶対。2月、今は暑いけど。ヒロさん、マリありがとう。で、2月はバレンタインっていうメンバーからチョコがもらえる素敵な日があるので残しておきたい。やっぱ6月ですよ問題は。あの梅雨ですよ梅雨。もう1年で一番憂鬱は来年の6月。キチキチから始まるじゃん6月。うわーん、キチキチ始まり。そらそよかさん、ハート。よしよしよしよさん、だるま。としひろさん、まり。ひろさん、まり。おくれんぱさらんさん、ハート、ありがとうございます。梅さん、だるま。リデンさん、ハート。レフトさん、まり、ありがとうございます。ありがとう。キングさん、小判、ありがとう。梅雨、梅雨が終わったと思ったら急に夏来て、あっちと思ったらもう今なんか日が短くなってる。不思議です。あっという間です。そうだよ、台風来るからやだねこの時期は。キムさん、バラ、ありがとう。ヨシーさん、ペンライト。マコバヤさん、マリ、ありがとう。ありがとうございます。今日は夏バテ気味。あら、夏バテ。私さ、今年の夏過ごしてみてなんか過ごしやすくて、私去年ね夏もっと体調悪かったの。エブリでもう毎日きつくてちょっと歩くだけでフラフラしてたのね。あれが夏バテだったんだと思って1年経って気づいた。夏はそういうもんなのかなって思ってたんですよ去年。でも今年過ごしてみて、あ、去年の私って夏バテしてたんだなと思ってびっくりした。全然気づかなかった今まで。なんであんなにバテてたんだろうってぐらいバテてたよ。なんだったんだろうか。もう毎日きつかった。ご飯食べても食べてもきついし、食べれば食べるほどむくむじゃないですか。なんなのこの体調はって。天然うなぎさん、天女、ありがとう。天然天女、花束もありがとうございます。ありがとう。去年より食べてるから、いやそれもありそう。やっぱ栄養かな。そうかも、今年もりもり食べてるからかも。うん、食欲はあった。はっちゃん、小判、ありがとう。島旅、あ、そう、島旅クルーズはもうありゃもう暑かったね。ありゃすごかったね。うん、コロナになったの一昨年の夏です。一昨年もバテてたね。なんかずっとバテてる。それ以降ずっと喉が弱いです。すぐやられる。公演したら毎回喉やられてる。お話し会終わりと公演終わりはしばらく喉やられてる。やだよね。食欲ない時は、何食べてるだろう。食欲ない時はね、何の音、食欲ない時何食べてるかな。フルーツ、コンビニフルーツとかリンゴとかバナナとか。なんかそう、今さ急になんかさ大暴れしたよね。なんかトトトトトトみたいな、そのえ何だったっていうの、なんかね謎だった。
マウナさん、マリ、ありがとう。バイクのエンジン音みたいな、なんかそんな感じの音だった。結構でかかった音が。ジェリーさん、バラありがとう。ありがとう。なんかさ、バイクとかのさ、マフラーっていうっけ、あのあれ、マフラーって言います、バイクの後ろについてる、あそこからなんかババババババみたいな、ああいう音だった。あれ系の音だった。キングさん、小判ありがとう。あ、そう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 、ガスが出るとか、そうそう。でも一瞬で終わったからめっちゃ怖かった。ドアが開いたかと思った、あのベランダの窓が開いたかと思って焦りました。えっって、いや、このタイミングでさ、不法侵入来たら怖くない？もう逃げれないもん私。もう絶望です。いやー、今日はね、あ、そう、今日ちりめんパーティーの収録に行ってきたんですけど、もうね、ここ最近で一番笑って、もうやばかった、もうずっとまず今日はその前のお仕事がリネと一緒だったから一緒に行ったんですよ、収録も。でその行きの道もずっと笑ってたし、でいろんな情報、リネが心霊とか好きだからそういう情報とか教えてもらったりして、そういろいろ聞いて、でチリパーの収録ももう過去のチリパーの中でももう過去一って断言できるほど笑った。どれくらい笑ったかっていうと、あの忍たま乱太郎の冷えた八方斎っていう、のけぞって笑う人がいるんですけど、あれぐらい私が冷えた八方斎になるぐらい、もう笑って上向いて笑って、で帰りも笑ったし、でその後一つ前のお仕事場に戻って、そっからそう帰りとかもずっと、もうずっと笑ってて、本当になんかリネが面白いっていうのをもう5年一緒にいるからさ分かってるのに、それでもその面白さを超えてくるというか、なんか笑い方、リネ自分で言って自分で笑ったりするから、それもまたおもろくて、なんか今日はめっちゃ笑顔になりました。めっちゃおもろかった。あ、そう、冷えた八方斎っていうキャラクターがいるんですよ。冷えた八方斎の笑い方になってた私が、もう面白かった、もう笑顔。ドクタケさん、マリありがとうございます。なので皆さんぜひ今週の金曜日23時から STU48 のちりめんパーティーと、そして7月から始まった裏チリパという有料コンテンツもあるので、よかったらね、その有料の方は何を喋ったかっていうと、あのですね、その裏チリパっていうのはなんかその有料だから、それを見た人しかもう誰にも言っちゃいけないの、見たそこにある内容は、その聞いた内容はもう誰にも言っちゃいけません、ネットにも書いちゃいけませんみたいなやつなんですけど、もう今のところいないんだって、それを誰かにこう、そう、口外禁止なの、誰かに言ったっていう人は、ネットに書いたって人は今のところいないってチリパのスタッフさんが言ってて、わ、すごいすごいぞ。だから過去のメンバーがどんな話をしてるかも、メンバー同士でも買ってないと不明、私聞いたとしても言えないしで今回2人で撮ったのは
ほぼほぼ佐竹さんの話だから佐竹さん推しの方はもう我こそは佐竹さんガチ勢だの人はもう今回の回は必見です。でいやもちろんパセリとリヌの推しの方も聞いてほしいけどそうだその裏チリパの収録もずっと笑ってた。だからもうそれがもう盛り上がりすぎて帰りの道でもその話いやほんとあの話おもろかったよねみたいな、リネがめっちゃ爆笑しててそれを振り返りながら帰るくらいおもろかった。でもわかんない、ああいうのってさなんか、まあ、ラジオじゃないからラジオの収録終わりの普段は出さない部分みたいなのをこう撮ってるわけだからなんか当事者はおもろくても第三者から見たらえみたいな時ってあるじゃないですか。だからそれそれになってないかちょっと心配なんですけどだけど、まあ、今日の収録はすごい大爆笑だったので本編の方もねぜひ、本編の方は無料でラジコで聞けますので、あでも地域が違う方は違うのか、ラジコを持ってるよ、ラジコのいろんなラジオを聞くのが趣味ですって方だったら聞けるし、そうだね地域が違うと、まあ、結局本放送もお金かかっちゃうかもだけど、広島とか山口とかでも放送あるので、裏チリパーね過去の回も気になりました。お楽しみにです。あでも裏チリパーは30秒間無料で聞けるらしい。でその30秒経ったら本編というか始まるから、その30秒を試しに聞いてみて決めたらいいと思いますその30秒がおもろかったリネがリネちょっとお試しあるって言ってました。30秒リネの笑い声かもしれん、いやでもそんな感じいや本当にそんなんだった。いやでもわかんない、もしかしたら編集とかで変わってるかもだけど、いやでも今日はもうリネのおかげで笑顔で過ごせた一日だったので、本人にも連絡してもう今日はリネのおかげでここ最近で一番笑顔だったよありがとうって、もう今日半日ぐらいリネといたんですよ、だからもうありがとうって感謝の気持ち。あ、マイカーの話もしました。新しいマイカーになっての話とか、うん、そういうお便りでいただいた内容をいろいろお話ししました。お楽しみにですお楽しみにそうだから今日はずっと撮影でも笑ってたしリネともいたから笑ってたから、もう今日口角上がりまくりです。ビヨーン、何分ぐらい、20分ぐらいなのかな、えでも分かんない、全部が放送されるのか分かんないけど、ラジオ自体30分、ウラチリパ20分ぐらいなのかな、これからのマイカーの MC とかできっともっと笑顔が増えると思う。私はもう人を笑顔にしたい。すごいよリネは。ゼータンいいねありがとう、セイヤさんマリありがとう。あそう300円、裏チリパ、いやまたお知らせしますね金曜日が来たら。
告知したいけどさ、内容はネタバレできないからなんかハードル上げすぎてもさあれじゃん、難しいけど、まあまずは本編の方を聞いてみてください。そっちがメインなので本編聞いてもらって、じゅんのゆうなさんハートありがとうございます。そうメインの方は佐竹さんはこうメンバーにトークを振ってくださるけど、あのブラチリパー今回はあの佐竹さん推しの方も楽しめるでももちろん私たちも喋ってるしって感じ。いやでも何喋ったか、なんか一日いろいろ喋りすぎて、どこが収録だったのかどこが収録の前後だったのかちょっと曖昧です。曖昧。マイカー公演楽しみだな、新しくなるやつも皆様お楽しみにしていてください。チリパの内容喋ったらどうなんでしょうね。今までその裏チリパの内容を喋った人はいませんってそのチリパのスタッフさんが言ってたけど、もしかしたら本当はいたけどもう闇に葬られたというか、いなかったものとして扱われているのかもしれません。お気をつけて。エディオさんハートありがとう。ね、どれくらいの方が聞いてくださってるんだろう。でもまだ始まったばっかりだからね、今出演してるメンバー以外はとかメンバーのファンの方以外はあんまりそんな情報がないから、どんな感じなんだろうって思ってるかもしれん。私も今日説明聞いて、あ、なるほどって思いました。公害禁止だったんやって思ったそうだったのか。いや、いやドキドキする。放送どんななんだろう。楽しみですね。23時20分本当だ。ありがとう、今日もお知らせしてくれて。あと10分で終われるかな。20、じゃあ27分になったら壇上を読む時間にしようかな。お、記念すべき10本目。おー、じゃあ7月から始まった10本目、あ、2、3、4、5、6、7、8、9、あ、ほうほうほう、2、3、4、5、8月が5週あったのか。4週5週あったのね。ほんとだ、10本目だ。5週。今日は少し寝落ちしてた。おはようございます。夜眠れそうですか？大丈夫ですか？明日はお仕事前に配信するかもです。昼かな、昼ぐらい、お昼配信かな明日。夜もできたらするんですけど、なんかね、明日のね、明日帰ってきたら多分メイク落とすと思うからすぐなのでメイクを落としての配信になるかも。夜はできたとしても
なので明日はお昼かな、お昼配信何時からか、まあいつもぐらい12時ぐらいかなと思います。水曜日ということでいつものお昼休憩と被る、まあ全員が全員被るわけじゃないですけど、比較的お昼休憩の方が多い時間帯にお昼配信をするかなと思います。よろしくお願いいたします。さゆっちょさん、風呂敷おみかんさん、ファイトありがとう。かべちょろさん、お断りです。断りです、断りだよ。配信の画角がサーヤに似てる配信の画角とか似てるとかないよね、みんな一緒よ。似てます、近づいてるからじゃない、今日は近づいてます。最近首寝違えてて引きが多かったから今日はちょっと寄りです配信の画角、まあ確かみんな白壁とか、そうですよ、それもあるかもね、壁の色じゃない、あ部屋の角でやってる感じがまあ確かに似てるかもしれない似てるかもしれません、それだったらよしひこさん、ウインクして、はい、ありがとうございます。ひろやさん、ハートありがとう。ああ聞き顔それもあるかも。でもなんかあれですね、私はソファーに座って配信してるけど、メンバーによってソファーが背景にあるタイプとか、あとはなんか勉強机がある言うなよなんだけど勉強机があるタイプとかあるからかな。確かにそういうくくりで見たら同じかも、同じなのかもしれない。キングさん、小判ありがとう。読売巨人軍さん、バラありがとう。パパパンダさん、お断りです。今ね眠すぎてまぶたが落ちてくるから、なんか固めウインクみたいになってるなって自分でも思いました。そう、うなちゃんの配信はテレビ電話してる気分になる。持ち花さん、ハート、よしよしよしよさん、ハートありがとうございます。今日はいっぱい笑ったからぐっすり眠れそうな気がする。昨日はどうだったかな、なんか最近ね夢を見るんですよ、毎日夢を見ない日がないんです。でも覚えてないの。なので今日は熟睡できるといいなって思ってます。あさってイモース、イモースの放送日さ、いつもみんなに知らされる、ありがとう。あさって木曜日放送される、告知が出てます。そうなの、今知ったよ。よしひこさん、お疲れ。ともあきさん、小判ありがとう。キングさん、小判ありがとう。そうなの、ほんとじゃん。皆様、9月5日木曜日、ラジオの生放送もあります。17時5分から NHK 広島のラジオ3連続パセリ出ますので、今週のお便りテーマはあったらいいなと思う秘密道具を送ってください。そしてその後18時半からは、イモーステレビ、ファミリー劇場イモーステレビにて炎天下の2日間のロケがついに放送されます。ですね、告知が出てるみたいなので内容はもう話せるんですけど、たらいこぎに挑戦しまして、海に行きました。でそれ以降結構日焼けがずっと残ってて、
頭皮も真っ赤に焼けて、で3期生と初めてのロケだったんですけど、すごく過酷プラス楽しいみたいなロケだったので、ぜひね見ていただきたいなと思います。すごい尾崎セリカ応援コミュニティ早い。あかりんさんがいつもパセリのファンの人が口いっぱい情報をつかむの早いって言ってるけど、本当に早い、ありがとう、教えてくれて、私より早い、ありがとうございます。ミキヤくんバラありがとう。あ、27分。ちょっとタライコギ早く見たいな。どんななんだろう。でもちょっとさ、この話もいろいろしたいので、また放送されたら話したいと思います。ファミリー劇場、そう、イモーステレビは私のお母さんの妹、おばのお家でもね見れるから、そう、おばがねいつもね感想をくれるんです、見たよって。でそれでイモーステレビは私がおばあちゃん家にいた時とかに、家族とか親戚が揃ってる中で放送、録画をね一緒に見る会が開かれるっていう、まあ、嬉しくもあり恥ずかしくもあり、ちょっと今は私がいない時に見てくれっていう気持ちとか、なんかいろんな気持ちを抱えながらねみんなで見ている番組です。皆さんぜひね見てください。もう見てもらわないと、もう2日間みんなでねロケやったから、見てもらわないとこのメンバーの2日間が無駄になってしまうので、ぜひご覧ください。関さんハートありがとう。壁長老さん、マリ、よしひこさん、尊いありがとうございます。それじゃあ壇上を読んで終わりたいと思います。いきます。13位ワウワウさん、12位ガトーショコラさん、11位よしひこさん、10位クアドリさん、9位ゼータン、8位 Z さん、7位山猫坊主さん、6位天然うなぎさん、5位ゆたパパさん、4位ふくちゃん、3位ジロくん、2位いっちゃん、1位 G2 さん、ありがとうございました。皆様ありがとうございます。また告知いたします。木曜日になったらラジオもあるし、イモースもあるし、金曜日はチリパもあるので、今週はいっぱいいっぱいチェックしてください。よろしくお願いします。ミッチーお断りです。お断りです。それじゃあ皆さん、今日も夜遅くまでお付き合いありがとうございました。あと3分でまた嘘ついた、あと30分で日付変わっちゃうので、みんなテキパキお布団に入ってゆっくり寝てください。ありがとう、配信見てくださって。私もお風呂頑張りたいと思います。おやすみなさい。ありがとうございました。またねー。